はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、引き続き沖縄の動画となっておりまして、まあ、沖縄といったらね、いろいろジャンクなものが食べたいなということでですね、僕のね、よくお世話になっている夢を語り沖縄さんでオーナーを以前やられていたダンさんからね、お店をご紹介いただきまして、国際通りから、車で 4,5 分ぐらいかなのお店、マーベリックさんというハンバーガー屋さんにね向かっております。でもね、オープンの時間なので早速ねお店の方に伺って食べていこうと思っておりますので、またお会いしましょう。はい、ということでね、ただいま店内の方に入ってまいりました。こちらのお店なんですけど、メニュー数がねめちゃめちゃ多いんですよ。今回はね、まあ、オーナーさんおすすめのメニューや人気のメニューをね6品プラスサイドメニューを注文させていただきました。でもうすでにね調理の方はしていただいておりますので、メニューがね到着するまでもう少々待ちたいと思います。はい、ということでね、ただいまメニューの方を到着いたしました。これがね、今回頼みました合計6種類でございます。ひとまずね、あったかいうちに食べちゃいたいと思いますんで、早速ね、いただきます。まずね、一品目、こちらメニュー表の一番もう目立ったね、感じの看板メニューでございますね。よいしょ、ハーフパウンドというメニューでございます。パティ1枚だけで 240g、 いわゆるね、ハーフパウンドの重量が入った極厚のねハンバーガーでございます。よっ、おお、見えます、こんな感じでございますね。うまそう。じゃあいただきます。あ、うまっ、うまっ、うん、いや、マジでうまいな。パティがね、結構粗挽きなんで、もうね、肉肉しさ全開。マジでね、ステーキ食ってるみたい。結構な重量なんだけど、一瞬でやばくなっちゃう。続いてね、2品目こちらでございます。アボカドベーコンチーズバーガーでございます。これもね、具材こぼれそうなんで、ちょっとこれに任せていただきます。うまそう。うわ、ちょっと見えます、これね、アボカドにこれベーコンで、チーズにパティと、で下にお野菜も入っておりますね。いただきます。やっぱりね、お野菜も多いんで、最初のバーガーはかなりジャンクだったんだけど、これはね、なんかね、さっぱりしてますね。やべえな、何個でも食えちゃうな。さっきもね、ふわっと食べてたんですけど、この自家製のチキンナゲットがマジでうまい。そしたら次ね、ちょっとこれ気になってたやつ、こちらがね、マカロニ&チーズバーガーでございますが、具材がね、すごいのよ。マカロニチーズといえばね、もうアメリカンなイメージなんで、沖縄らしいね、一品だなと思って、これはね、注文させていただきました。うん、うまっ、ああマカロニチーズうめ、うん、うん、うまっ。いいよ、豪快にいただきます。
うん、うまっ。チェダーとは違った感じ、なんか不思議とね、チェダーよりもジャンクに感じる。食べ応えに関しては間違いなくね、これが1位です。いや、ジャンプだね。うん。うまっ。うん、はい。そしたら続いてね、こちら行っちゃいましょうか。こちらがモッツァレラ&ブルーチーズバーガーでございます。もうめちゃめちゃね、チーズがメインの一品ですね。その前にフライドポテト、うん、まっ、さすがにね、これは巻きましょう。よいしょ。こんな感じでね、もうチーズダクダクでめちゃめちゃうまそう。いただきます。チーズの独特の香り、苦手な方もね結構いらっしゃるとは思うんですけど、好きな人にはたまんないね。これとお酒飲みたい。こちらね、4種類目完食ということで、5品目、よいしょ。こちらがですね、チリチーズバーガーでございます。これもね、ものすごいうまそう。でもその前にね、僕このオニオンリング目がないんですよ。うん、うん、うまっ。こちらもゆっと、うわ、すごい。これ見えます？このもう溢れ出るチリミート、マジでうまそう。いただきます。うん、あ、いいね。うん、あ、うまー。またね、これ中にハラペーニョ入ってて、ピリッとした辛みがね、アクセントにちょうどいい。これ全部うまい。まあもちろんね、一品一品出来たてを食べて、まあ、バンズとかパティとかね、出来たてが一番うまいんだけど、これだけね、まあ、いろいろ食べて時間が空いてても、パティ自体ね、こう冷めてきても全然硬くならないのね。それがね、不思議。うん、うまっ。全部とんでもなくうまい。うん、うん、そしたらこれラストですね。こちらラストのメニューがね、ブラックチェリー&クリームチーズでございます。まあ、ほんのりね、甘いってことなんで、ラストね、デザートにこちらも注文しておきました。いや、もう待ってないんだよなこれ。いや、やっぱりね、甘じょっぱいは正義なんで。見えますかね、このあふれんばかりのブラックチェリーに、こう上に乗ってるね、クリームチーズと、絶対うまい組み合わせなんで、いただきます。
最後にこれ頼んどいてよかったわうんまいなこれ、うん、なんかこうやってさバーガーとかジャンクなものを食べてると沖縄だなっていう感じがして嬉しくなっちゃうねそしたらこれがね最後の一口でございます。ごちそうさまでした。